崎チャンネル。こんにちは。月曜日、そうちゃん。ね、皆さんお時間です。最近ね、まあ時期が来たら来るんですけども、また地獄の月がやってきました。昨年はですね、もう9月、10月かな、9月かな、入ったぐらいでやめてね、総チェック、子供の受験で忙しくて、いや試合見てる暇ないって言ってやめたけど、この時期来ましたね。皆さん、消化ゲームになってるチームの皆さん、ちょっと負けが込んでるチームの皆さん、もう今のチームの現状を特別知りたくないと思ってる皆さん、視聴おろそかになってませんか。でもね、こっから勝負っすね、自分自身と。これはね、もう総チェックは回るとか回らないとか、視聴回数多いとか多くないとかもう関係ないでしょ。完走するっていう自分への課題、修行です。まあでもね、この総チェックをしてるおかげで、いつ何時どこに行っても何の仕事でも全試合ほぼ全選手、まあもちろん細かいあのプレーとかあれって、そんな細かいこといきなり言われたらそれはちょっと調べてみないと分かんないですけど、大体の大枠の流れとか、その活躍頻度、調子の良し悪しみたいなのはもう瞬時に答えれるようになってきたんで、どこの仕事行っても仕事が楽だから、まあすごいいいんですよね。まあこれが解説者のやりだしてからあるべき姿なのかもわかんないけども、こんなことをやる人は日本全国探しても多分一人もいませんね。それを一人やり続けるっていうね、まあ、昨年はねちょっと本当子供の受験でね忙しくて、面接とか行ったりしてね、佐々木さんはいとかってね行ったりして、そんなもうこれは装着どころじゃなかったんでやめましたけど、今年はね全試合完走するために修行します。なので皆さんもね修行してください、聞くっていうお願いします。さあということでお送りしましょう。まずは、パ・リーグからね、8月27日、日本ハム対西武、ね、27日2対7で日本ハム、28日8対8で同点、29日6対0で日本ハム、結果日本ハムの2勝1分けで勝ち越し。西武どうした。まあね、山川智盛がね、そのマネージャーかなんかがコロナ陽性になって、濃厚接触者もしくは検査でちょっと出れなくて、まあ、昨日ね山川出てきましたけど、ちょっとそこがねピンチっていうところで、27日7対2で日本ハムね、この 1,2 番の差がね結果に直結っていうところでね、日本ハム1番浅間5打数4安打2番西川2打数1安打3四球というところでね、2人は7度の出塁。逆に西武1番岸4打数0安打2番源田4打数0安打3番栗山が3安打猛打賞打ったものの連動せずっていうところがね、結果点差に広がったかなと。で、日本ハムはねそのチャンスを作った中で3番野村4打数2安打2打点で、近藤2打数1安打2打点3四球高浜5打数2安打1打点と、もうこの打線の連動がね久しぶりに見えたっていう日本ハムね。逆に西武はもう西武の負けパターンね、投手陣がフォアボールねバンバン出してっていうところがね、もう負けパターンね。で、松本が4四球、水上1四球、ギャレット2四球、ダーモディ1四球、計8個のフォアボール、ね、これがねやっぱりね西武投手陣のやっぱ穴よ、ね、これがねこうなってきたら負けちゃう、ね、でも逆に日本はちょっとねオリンピック明けザザーってねいろんな問題も起きて下がってきたけども、いい形でね、打線が連動したかなと。で、28日日本ハムまさかの7対0から同点追いつかれて終わるっていう、まあ佐々木も経験ありますけどね、っていうところで、まあ、この日のね一番注目どころはね、西武先発今井フォーム変えた、なんか突っ立ち気味で下半身の粘りもなく、ストレートスピードも本来の力考えると物足りないし、体重の乗りないし、なんかダルビッシュがなんか日本シリーズで怪我した時のなんかこうキャッチボール投法みたいな感じで投げてる感じで、良さ全く消えてるっていうところで、なんか5回109球7安打4三振4四球7失点と、制球が良くなるわけでもなく何かが良くなるわけでもなく、投げるたびに見てて、こんなんでいいのかなって思いましたけど、そこはどうなんでしょうかね、怪我の具合とかじゃないんですかね。で、逆に日本ハム加藤ね、今年援護点に全く恵まれない中でやっとの思いで大量援護だったのに、制球乱れて持ち前のコース低めについた投球できなくて緩急つけた、甘く入ってそれを仕留められるっていうね、せっかく援護してくれたのにっていうね。で、5回裏セーブね、アイトショートライナーエラーね、石ファンブル、こっから来た、あれも普通に取れる、バッて、ね、で、その後源田がね、
ツーランホームラン。で、外崎センター前に、ね。で、そこから2点タイムリー、ね。いろいろランナー出て、で、結果4点。で、7回裏、外崎のツーランから、2アウト3塁で、2アウト2塁で、愛斗がライトオーバーのタイムリー、ね。こうライト今度、こうやって、こう、目測誤って、こう、行ったり来たり。どっち右見て、左見て、交互に見てってをね。で、落としちゃったっていうね。あれもそのまま、同時方向だけで行ってたら多分ね取れたらねもうちょっとだけだったんでちょっと目測誤りね。で西二塁ね源田ライト前同点タイムリーね。で近藤突っ込んできてファンブルで、まあちょっとカメラワークでタイミングが見えなかったけど、ひょっとしたらあれ取ってたホーム投げたら近藤の肩とかね制球力考えたらホームね面白いタイミングだったかなっていうところで、これがね同点タイムリーになったら、ちょっとね守備のミスがねこの7点差を追いつかれたかなっていうねところがあります。で29日0対6で、日本ハムね。日本ハム伊藤9回134球4安打9三振3四球無失点完封ね。自分がね自己申告して完封いきますって言って完封ね。まっすぐ縦スラスライダーしっかり腕振ってねグッペッチね。前回ねオリンピック明けちょっとねパタついて点取られたんで、あれだ大丈夫かなって心配しましたけどもね、伊藤らしい非常に素晴らしいピッチングだったかなと。で4回表ねノーアウト満塁、これでワンボール、3点タイムリーツーベース。でその後ね高浜セカンドゴロで進塁打、こういう細かいところがね大事なんだよ。でロドリゲス三振してあツーアウトここまでかなと思ったら石井がねレフトにタイムリー、この4点目がね非常に大きな結果的に決勝点になったかなと思います。結果ね2勝1分けで日本ハムの勝ち越しでした。さあ続いて楽天対ロッテね。27日1対3でロッテ、28日1対5でロッテ、29日0対1でロッテ、ロッテ3連勝わお。なんか2008年以来の楽天に6連勝ということで、2008年、俺いたね、もう全く記憶ないけど。で21日3対1でロッテね。楽天取れるときにしっかり取らないからこうなるっていう典型的な例です。4回以外全イニング出塁です。初回小深田ね、ピッチャー内野安打ね、ピッチャー足で止めてねしっかりファースト投げるけども、レアードがポロリバーってね。で鈴木大地ライトへタイムリー、マーティンのクッション処理もたついてバーッとね1点入ってタイムリーで、こっからよ浅村ピッチャーライナー、島内センターフライ、岡島センターフライと、ここで追加点取ってたら勝ってたね。こうマー君投げてる時に援護点がない、ね、だからマー君ね中6日でね、まあ、結果なんだけど中6日で100球ね、まだいけたんちゃうかな。ちょっとねこうリリーフの差で勝負を分けるっていうところになったんで、中6日で100球だったら結果論だけどまだいけたんじゃないのかなって思いますよね。逆にロッテはね2期ね粘りの投球で、まあ、リリーフへっていうところでね非常に粘って投球できたかなと。ランナー出すもね、だから2回裏茂木センター前ノーアウトからランナー出すも無得点ね。3回裏鈴木大地、ツーベースで浅村フォアボール、ノーアウト1塁来たっていうところで島内ファーストゴロダブルプレーね、で岡島レフトフライで、5回裏ツーアウト1・3塁島内ショートフライ、6回裏ツーアウト2塁炭谷3年三振、しかも3ボールから見逃し三振、これは積極的にいってほしかったね。で8回裏ツーアウト1・3塁で代打田中セカンドゴロ、チャンス作るけど、でもここはね本当に2人が粘りの投球だったかなと。でロッテもね同じようにチャンス作るも1本出なかったけども一発攻勢でね勝ちっていうところで、ここがねちょっと大きな差も生んだかなとね。5回安田がねライトへホームランで、8回ピッチャー安楽になってね中村ホームランで、マーティンフォアボールでダイソー和田が盗塁して、レアードフォアボールでダイソー三木出て、佐藤きっちりバンドしてワンアウト二三塁から山口のショートゴロで三塁ランナー突っ込んできてねホームイン。結果ねこの中村のホームランの後はノーヒットで1点、その1点をつかみ取れるね、それがこの1点ですよね。って言ったところで、まあ結局ね、勝負ついたかなと。逆に楽天はね、これバーク投げてる試合でやっぱ勝てないとね、きついね。で、28日、1対5で ロッテね。ロッテ、佐々木朗希、自身初の無得点。5回83球、3安打5三振、2四球無失点とね。で、地元でね、まあ東北で勝ち星っていうね、2勝目っていうところでしたけど、まあでもね、結果的にはそんなに成長は見られませんでしたね。まあそれ、ストライク先行したら強い、やっぱりね。で大量得点にも恵まれスイス行けたっていうところは大きかったかなと。ただね課題はクリアしてないので、まあ、まだまだこれから発展途上かなっていうところになります。まあ、その課題は何かね、ボール先行したら、変化球でカウントを整えれない、右バッターにインコースは逆球以外いかない、対角線の球に比べて逆対角線の球は若干弱い、ここです、はい。楽天ロッテキラー岸、
連敗ストップしてから山口にホームラン打たれてね、連敗ストップしてからちょっとキラーぶりが影潜めて5回10安打5失点っていうね、まあ、初回マーティンがねライト前で藤原ねホームかかんできてアウトってコリジョン適用されずねアウトっていうところになりましたけども、まああれがコリジョンならないんだったら、あの交流戦のドラゴンズ戦のあれもコリジョンじゃなかったんじゃないのっていう。だからじゃあ大きくそれたのが楽天戦、小さくそれたのが中日戦だったと思うの。だから中日戦のやつもその送球がそれてそこに入らざるを得なかったからコリジョンじゃないって説明だったんだけど、ドラゴンズ戦のロッテ対ドラゴンズ戦のあのコリジョン、あれがアウトだったら中日が勝ってた試合のあれもそれてて、若干それててそこに行かざるを得なかったんだから、じゃああれもコリジョンにもうね分かんない、審判のさじ加減で決まってる正直コリジョンはね、そこはねバッとね。でしかも一番の違いは多分ね、中村が中日の時はそのまま突っ込んできたからもうもろにぶつかったけど、藤原が若干よけてるからもろにぶつからなかったんだよね。だから藤原もまっすぐ突っ込んできたらコリジョンになってたかもわかんないね。それぐらいの違いちゃうかっていうね、本当に基準が分からない、もうちょっとしっかり基準を説明しようしっていうところはあります。で29日1対0でねロッテっていうところで、まあもうね先発両先発ね、楽天石橋クロペッチ非常に素晴らしかったね。スリーボールになってからもそこからね粘りの投球で三振取ったりとか、コース高さキレともに非常に素晴らしいピッチング、まあ形やりたかったっていうぐらいのね素晴らしいピッチングだったかなと。逆にね、先発ロッテロメロもね、ストライク先行で、カウント整えれてこうね、最後バタバタしてねちょっとフォアボールっていうのもあったけども、全体的にストライク先行で勝負できたっていうところでね、まあロベロの良さがね出たかなと。あと低めのねチェンジアップ系全くね楽天打線ね全体的にちょっと引っ張り気味だったかなと。ランナー出してもねダブルプレーっていうところでねバットの先に当たる傾向よく見えたんで、そういったところではねちょっと対応しきれなかったなっていうところもありますでね、なんて言ってもね一番はねもう9回ね、9回最後ね孫が出てきて中村フォアボールで出て、でダイソー和田ね盗塁するのかなっていうところでね、マーティンがセカンドゴロ打って浅村がね無理な体勢でセカンドボートでね、結果2、3塁になるっていうね、あそこファーストでよかったよバッとね。でその後ねレアード三振、そして安田こうねゴロ打とうとする気持ちわかるけどゴロ打とうとしすぎたら逆にフライ上げるんだよね、サードファールフライ、おっとこれはこれで点入らなかった裏のちょっとやばいねっていうところで最後ね田村が勝ち越しのねタイムリー打つんだけども、あそこでねもう孫太田のバッテリーがねもう考えてないね、正直あそこはフォアボールでもいいっていうね、あの最悪フォアボールでもいいっていう感覚が欲しい。その中で最後、まあ、フォークかなスプリット系が高めの真ん中に入って田村にレフト前打たれるんだけども、ストレート振り遅れてるから結局あのフォークボールスプリットっていうのが半速球になってちょうどいいタイミングになると思うんだよ。だから田村としては多分フォークっていうより普通のもう緩い球みたいな感覚で打ったと思うんだけど、あそこまでストレートあそこにフォーク投げるんだったらもうまっすぐ延々投げた方がよかったね。逆にフォーク投げるスプリット投げるんだったら振ってくれたらもう三振、フォアボールでも OK で低めに投げないからああいうなるんだよね。だからもうちょっと考えないといけないねバッテリーともに。でそれの逆でしっかりできたのがロッテの増田、最後ねツーアウト三塁になって、バッター島内でね最後、まあこれはね副音声ね昨日12日の副音声の解説の時にも言ってたんで結果論じゃないっていうことだけは言っておきたいですけど、その時も、まあ、ファースト空いてるからもう最悪あのフォアボールでもいいと思ってもうワンパンのシンカーをスリーボールツーストライク、先ほどの孫と同じカウントの中でまあそう違いを見せれるかどうかが勝負だね。まあバッテリーが分かってたらしっかりそこボール投げてあの投げ切れると思うけど、まあそこどうだろうね違い見せれるかなって言ってて、結局最後ねシンカーをワンバン投げてそれを島内が振って三振になるっていうところでね、そういったやっぱりねもっと考えてやらないと、ただ投げててただ受けてるだけじゃダメなんだよね。だからリードっていうのはサイン出すのもリードだけども、そういう風にここはそれでいいんだよっていう意識を示すね意思の疎通、そういったところをやるのもリードなんだよね。結局世の中の人が言ってるリードはね配球のことばっかりね、そういうとこじゃないんだよね。だからそういったところをできたロッテ、できなかった楽天、その差が1対0という大きな失点につながった、ね、でしかもロッテもショートねエチェバリアのエラーとか藤岡のエラーしたけども、結局そこを楽天がダブルプレーと、後期につなげれなかった。逆にロッテは浅村のエラーを、ね、1点につなげたというところで、まあ、いわば自滅だね楽天のね昨日の試合は。
まあ、あとやっぱりこう島内岡島っていうところがね、この3連戦で状態上がってこなかった、まあ全体的にね打線が上がってこなかったんで、まあさすがにきついかなっていうところはねありましたね。結果3連勝、これは大きいね。はい、さあ続いて、オリックス対ソフトバンク、ね、27日2対0でオリックス、28日2対2の同点、29日6対3のオリックス、オリックス2勝1分けの勝ち越しってなりましたけども、大きいねこの勝ち越しはね。オリックス、ね、金曜日先発山本9回106球4安打9三振無四球無失点完封、球数少なくもう完璧、ガーッツスパイラルっていうぐらい素晴らしかったですね。ソフトバンクマルティネス7回111球7安打2三振、3四球1デッドボール2失点と、まあ負けはしたけども、まあいいピッチングだったね。ただフォアボールから失点っていうところが悔やまれるね。オリックス4回裏吉田のねフォアボールから杉本ライト前で足立バントで西村がねセンターへタイムリーツーベースね2点で、ここねバントで勝敗分けたっていうね。でソフトバンクはね3回の表マッチがサード内野安打で今宮ライト前、ここでね甲斐がバント失敗キャッチャーゴロでサード投げてでサードからファーストで足立がちょっとねポロンってやってトン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 ってねちょっとね普通にやってたら今宮がねそれを狙って三塁行ってで足立がそれ取ってで三塁投げてでアウトね。こう積極的な走塁っちゃ走塁だけども楽勝アウトなんだよね。それはもうバッと楽勝でアウトはねやっぱダメよ。あの間一発だったらうんってあるけど、まあ、こういったところと差が4回のね先ほども言った吉田フォアボール杉本ライトマンで足立のバントでっていうね、このバントの差が結局ねこの2対0っていうね勝敗を生んだかなっていう形ですね。だからミスから敗戦です。ソフトバンクは28日ね2対2の引き分け、ね、オリックス宮城先発で負けなかったのは大きいっていうね。これもオリックスは週末この山本宮城で来てねこの来た時にやっぱカード負け越しは許されないんで、そういったところではねしっかり負けなかったのは大きいと、まあ、6回裏ね2アウトから吉田フォアボール杉本センター前で2アウト1、3塁になって足立レフトへねツーベース、ね、タイムリーでファーストランナーね杉本はホームでアウトになったけども、まあ、このアウトはね非常にいいね、まあ、あの思い切って回ってきたかなというところもあるし、こういったねツーアウトからでフォアボールでねランナー出てっていうね前日と一緒の展開、ね、でソフトバンク、ね、8回表ピッチャーヒギンスからデスパイにツーベースでダイソーシュートで中村バントで代打長谷川レフトへ犠牲フライで勝ち越し、おっとこれは来たかというところで9回表、ね、ここで今ね岩崎が肘の張りね、モイネの森いないもう超緊急事態、その中でピッチャー加山で吉田抑えようというところでフォアボールで、ここでねダイソー小田が出てピッチャーバンドに変えて杉本センター前でノーアウト一三塁になって足立三振で代打ジョーンズにレフトへ同点タイムリーで、その後三振三振で、まあ、よく踏ん張ったけども結局ここもねフォアボールからの失点、ね、2戦連続全てフォアボールからの失点が来てんだよね。でやっぱりねこのオリックスはちょっとリリーフ課題かなっていうところと、ソフトバンクもねちょっと後ろがいなさすぎて、まあ、ここからどうやるんやっていうベンチワークがね鍵になってくるかなと。で29日6対3でオリックスね、ソフトバンクミスからの自滅、オリックス集中打で勝利。だから結局ねソフトバンクはこの3連戦ねミスとフォアボールからのもう自滅で負け越したって言っても過言じゃないね。でオリックスはね4回裏福田レフトフライアルバレス落球で宗ライト前吉田三振、その後にきっちり4番杉本がセンターへタイムリーでジョーンズがタイムリーというところで、やっぱこれね去年はね吉田までだったから、吉田が勝てるけど打てなきゃ負けるところに杉本の存在がやっぱでかいよね。で最近またジョーンズがいい感じでね仕事してるんだよね。で7回裏ワンアウトから山足、セーフティーピッチャー前シュワードと甲斐がぶつかる、ちょっと甲斐行き過ぎたかな、ね、で、まあ、結果は悩んだけど、まあ、エラーみたいなもんだね。でその後若月バント、ね、ワンアウトからで2アウト2塁になって福田がライト前で福田盗塁してピッチャー加山出てきてね、で宗ライトへタイムリー勝ち越し、ね、で吉田センターオーバー2点でピッチャーつもりになって杉本スリーベースセンター計4点集中打っていうね。しかも2アウトからだ、2アウトから福田宗吉田杉本っていう4連打だからね、非常にチャンスをねものにしたかなと。でソフトバンクはねもうねキーポイントはねここ2回表栗原ライト前デスパイネ、ショート内野安打でも紅林雑です、もう適当に投げてる、もうちょっと丁寧に投げたらアウトだったよ。でそれでねランナー三塁まで行って中村フォアボールノーアウト満塁になってよしここで先制点含めて一気にっていうところでマッチ三振でアルバレス6-4-3ダブルプレー結果0点ここがキーポイントだね。ここで得点しておくと勝ってたかも分かんないね。でも結局は3連戦ね、ミスからの自滅
あとはフォアボールからの失点っていうところが、まあ、だから自分たちのミスで負けたソフトバンク、オリックスはそれをついて一気に集中だで、しっかりね山本宮城で勝つっていうね、まあ、負けない宮城でね、そういったところが結果で、ね、この2勝1分けに来たんで、まあ、こういったところがね昨年のオリックスと大きな違いかなと、ね、ミスをついていく集中だって去年ねなかなかなかったんで、そういった意味でもね素晴らしいゲームだったんじゃないでしょうかね。さあ続いてヤクルト対 DeNA、27日0対4で DeNA、28日2対2で引き分け、29日5対2でヤクルト、結果1勝1敗1分けでしたね。で27日、0対4で DeNA、 両投手、ね、投げ合いの差は何っていうところでね、 DeNA 京山7回92球2安打7三振無四球無失点、ヤクルト岡は6回3分の293球5安打三振無四球3失点ね、京山完封できたんちゃうっていうぐらいのね素晴らしいピッチングで、奥川もう3連発ホームランのみっていうところでね負けちゃったかなっていうね。 DeNA はね7回表2アウトから宮崎2ワンからね、カットボールホームランで、外初球のフォークホームラン、牧ワンエンドワンからスライダーホームランね、でヤクルト攻撃7回裏山田2エンド2からカットボールセカンドゴロ、村上初球のフォークセカンドゴロ、オスナワンボール2ストライクからカットボール三振、このね7回表裏の投球の差が結果的に京山と奥川の、ね、差につながった。それは何かね、球の高さ、コース制球、この違いがね出た特徴的な回だったかなとね。あの奥川はね155キロと球に力あって、それでね球威で抑えてきたけども、変化球が高く甘く入ったところを宮崎外牧にね仕留められちゃったんだよね。でちょっと疲れ気味に来たところでちょっと質が落ちるっていうところで、変化球頼りがちになって高めに浮いたところを仕留められる。逆に京山はまっすぐカットスライダーフォーク、これねコース高さ、ね、低さにね完璧に投球し続けた。それによってこの両チーム強打者が並ぶ打順において、この3ホーマーか0点か、これが完封できたか3失点か、勝ちか負けにつながるね、非常に分かりやすい試合の展開の投球のスタイルだったんで、そこはねもしもう一回見られる方は見てもらえばね面白いんじゃないのかなと思います。28日2対2で、ね、同点、ヤクルトはねチャンスと来るも1本です。4回5回6回7回常に得点圏で無得点ね、初回村上のねレフでツーランホームランのみっていうところで追加点取れなかったのが痛いね。でチャンスリードストレートにねかなり力あってグッピッチね、6回88球3安打9三振1球2失点と、非常にね球威力強さあったかなと思いますね。 DeNA、チーム4安打もホームラン2発で同点ね、5回宮崎レフトホームラン、7回佐野がライトへホームランっていうね、このホームランもうヒット出なかったけども一発攻勢で勝つみたいな、まあ、前日と同じような展開ね。であとはもうねこれ走塁どうなのっていうところで、4回裏ねノーアウト1塁でオスナライトフライで、二塁ランナー山田が三塁でタッチアップしてアウトになるんだけど、ゆっくり走ってるように見えるんだよね、めちゃくちゃ。どっか痛いのか調子悪いのか何なんだろうね、あれどこも調子悪くなくて、タッチアップで走り方だったらもうすごいバットなんだけど、あそこでもし何かに調子悪いんだったら無理に走らなくてよかったんちゃうかって思うけど、どうなんやろうっていう。あと9回裏ツーアウト一塁からダイソー渡辺ね、坂口のライト前で三塁行ってアウト、まあこれね両方ともオースティンのねグッスローだったんだけども 100% セーフじゃないタイミングで行ってアウトで試合終了。いやホームだったらいいよ、ホームでもうチャレンジやと、アウトだったらしかない、ちょっとそれとはセーフ、これで1点でさよならだったらいいけど、三塁そんなリスク背負って行く必要ありますかっていうね、セカンドで止まっといた方が良かったんじゃないですか。まあ、もちろんねオースティンが非常に素晴らしいスローイングだったけども、ちょっとこの山田と渡辺の走塁をねバッとかなっていうね、もし山田はちょっと体調悪いんだったら走らなければ方が良かったと思いますよね。さあ続いて広島対阪神、27日6対4で広島、28日7対6で広島、29日5対0で広島3連勝。おっと阪神3連敗で、なんと、まあ、マイナスゲーム差1っていうちょっとイレギュラーな形になったけども、3位転落になっちゃいましたね。21日6対4で広島ね、阪神捕手坂本起用で流れ変えようと思った西ね、ちょっと100勝前に足踏みっていうところで阪神西6回110球並んで4三振2四球3失点と、まあちょっと球離れが早く、ちょっと粘りがないで、投球全体的に緩く見えるでね、高く甘く入ったところを痛打されるっていうところでね、まあ阪神はねいい形で先制ね、2回表ロハスレフトへホームランね、3回表ワンアウト1塁で中野のねサードゴロを
あの松山はね悪送球でタイムリーエラーバーッとね、で3度フォアボールでワンアウト満塁になって、まあ、463ダブルプレー、大山のねここキーポイントだったかもしれない阪神としては。でも先制して、まあ、いい形の流れはね日に作るわけね、2点エラーも含めてね、でもう1回この大山でポンポンってあと3点4点取れてたら分からないけども、まあ2点取ってねいい形ね。でその後ね3回裏広島の攻撃、ツーアウトからね野間がショート内野安打ね、でシュートボールをねちょっと甘めで西川チェンジアップね、でレフトツーベースで、ここでね一塁ランナーね野間一気にホームイン、ここはねナイスグッソーリーね。で4回裏鈴木にね初球ストレートライトへツーベースで、坂倉初球スライダーをライトへタイムリーで、松山ピッチャーゴロで、ワンアウト二塁で菊池初球シュートをね、センターオーバータイムリー勝ち越しになるんだけども、このシュートも甘めに入る。だからこれ持ち前の制球力がないし、私緩いんだよね、ちょっと指にかかってないと思うんだよね、いい形でね。で、まあ、広島7回ねこうアルカンタレ出てきてね、ピッチャーがで、まあ、野間はセカンドゴロで、西川ね、内野安打で、小園センターマンで、鈴木誠也が2点タイムリーと、鈴木誠也がねちょっとこうずっとずつ上がってきてるんだよね。で5対2になって、まあ、ここからね阪神もまだ粘り見せるね。阪神ね8回表、サンズアウトの後、大山はねライトへのツーベースで、佐藤アウトになってロハスフォアボールで、暴投を挟んでツーアウト1、3塁からこのね熊谷、このねダイソー熊谷の初球から走る盗塁グッと、この熊谷島田っていうねところのこの走塁、非常に途中からのこの飛び道具いい形だよね。熊谷上田で島田、この3人これ非常にね有効的にね途中からの出場かなりね意味ある走塁、しかも初球から走ったの素晴らしい熊谷で、で2アウトに2、3塁になってライトへねタイムリーヒット、糸井がねポーンって打つっていうね、この走塁盗塁効いたね。でなんとか1点差に詰め寄るも、石原にねあのピッチャー及川レフトへホームラン、まあこれで勝負ありかなっていうね、ちょっとこの打ち合いに負けるっていうね。まあでもこのだからこそねこの2回表のここがねもう 1,2 点取っときたかったかなっていう展開ですよね。で28日7対6で広島、ね、阪神佐藤君、まあ、28日までに24打席ノーヒット、まあ、この29日も出なかったんで25打席かなノーヒットになっちゃったんだけども、まあ、もう打ち合いで言うことを解説するとこないし、もうノーガードの殴り合いで最後広島があの1点奥取って勝ったっていうだけで、ちょっとあの解説しようがないし、ね、で29日5対0で広島、ね、広島どこだ3月31日以来の勝ち星、いやキャッチャー相手は6月13日以来の出場というところでね、床田6回79球5安打13振1四球無失点と、まあ、真っすぐスライダーツーシーム角度キレ低めコースすべてグービッググー、ほんと素晴らしかった、できるじゃんっていう、あの広島ファンの皆さんの心の中を代弁、できんじゃんっていうぐらいの素晴らしいピッチング、何してた今まで、まあねちょっと怪我とかねこうコンディション不良もあったかも分かんないですけど、できんじゃんっていうね。で阪神もうエラーから失点、松山はね3失点だけども自責ゼロね。広島初回2アウトからね小園のサードゴロ、あ小園のねファーストゴロサンズエラーで、鈴木誠也レフトへツーランで、坂倉ホームラン、これ小園のやつ取ってたらホームラン打たれてないね。で7回裏2アウト2塁から鈴木誠也敬遠で、2アウト1塁になって坂倉がレフトへ2点タイムリーツーベース、作戦もはまらずもう流れ悪いだからこうね勝ってる時はエラーしててもそれで打ち勝って取り返してあんまり表向きにね印象に残っていかないけど、やっぱ負け出すとやっぱこのエラーとかがね非常に痛いし気になってくるよね。でもやっぱここをやっぱ改善していかないと最後の粘りっていうところがねできないし、あのそこはね修正していかなきゃいけないけど、広島は逆にもう素晴らしい試合だったかなと。鈴木誠也の副将坂倉グ、坂倉の活躍にビッググね、非常にいい形の活躍できたんじゃないのかなと。あと床田ね、で相澤も復帰っていうところでねまたチーム揃いつつあるんで、まあゲーム差考えると非常にきついけど、まあここからどこまで頑張れるかね非常に楽しみなこの3連戦だったんじゃないですかね。で中日対巨人ね、27日4対1で中日、28日1対1で同点で、25日1対5で巨人ね1勝1敗1分けでしたね。まあこれね全体的に足部分ヤクルトも1勝1敗1分けだし阪神3連敗だからそんなに広がってないんだよね実際ね。で27日中日4対1ね、中日はもうこの勝ち方しかないっていう戦い方、まあ、大野がね7回98球3安打7三振2四球1失点で、8回又吉9回ライデル・マルティネスって繋いでいったっていうね。で初回強打のね、
ファーストゴロ、山口がね、お手玉してセーフになって、ね、3-1 のプレーで、で渡辺センター前で、ノーアウト一塁三塁になって大島フォアボール、でビシエドがライトへ2点タイムリー、でその後福留フォアボールで、またノーアウト満塁続くけれども、戸上三振、溝脇三振、木下ピッチャーゴロ、まあ、こういうところよ、1年の課題。ここでもっとどんどんっていかなきゃいけないところ、結局ね、もうビシエド頼みっていうね。で2回ツーアウト2、3塁からビシエドがセンター前2点タイムリーね、ツーボールワンストライクからフォークボール、まあ結果論だけどもね、フォアボールでもよかったっていう頭があればもうちょっと変わったかもわかんないよね。もうここビシエド次第っていうね。で巨人先発山口、2回60球5安打5三2 5安打3三振3四球4失点と、まあ巨人先発崩れすぎ、もうね、長いイニング投げれる投手いない本当に。で岡本の一発のみで3安打でね、もう完敗っていうところで、非常にね、もう先発が崩れたらきついね。でリリーフ陣の疲労が心配ね。で中日はね、もう 1,2 回京田渡辺のこのコンビで出塁してビシエドが返すっていうね、この連動グッ、まあでもこれしかない流れは。もうで、28日、1対1でね、引き分けでしたけども、こちらはですね、日刊スポーツで佐々木がね評論書いてるんですけども、まあこの試合ね、なんて言ってもね、戸郷結果的に非常に素晴らしかったんだけども、もう立ち上がりはそこ投げちゃうのっていうね感じ。まあ2回先頭のねビシエドに打たれたホームランも、追い込んでからねスライダー台が高めに入る、キャッチャーの応酬的にはね、ストライクからボールにとか低めに来てほしいっていうね、ところの中で高めに入っちゃうって、もうちょっと意識してほしいね。でその前にインコースのストレート使ってんだからっていうところもあるよ、もうちょっとこう頭使ってほしいなっていうね。制球ミスっていうよりこう意図をしっかり組んでもらえてないと。でこの回にね、溝脇にもね追い込んでから直球がね 逆球となって真ん中、まあ、あわやねライトオーバー打たれるところをね、まあ、ライトが取って、なんとかね、あの長打にならなくてよかったなって。そこもね2球連続逆球で甘く入ってんだよね。だからこうカウントに応じてこうどうやって打ち取るかっていうところをもうちょっと意識して投げてもらいたいなって言ってね、評論の時日刊で見てたんだけども、なんとそこから自分で気づいたのか、誰かの助言なのか、ただ立ち上がりが悪かっただけなのか分かんないけども、そこからもうコースもしっかり、高さもしっかり、よく意図もある、もう見てて別人ぐらいね、非常に素晴らしいピッチング、この立ち直りはね、グッと、ね、で結果8回ね、2安打9三振2四球、ね、1失点というところで長いイニングも投げて、久しぶりの巨人の、ね、長いイニングだったんじゃないのかなと。あとこのね、まあ、ドラゴンズもね結果2安打なんでね、このビシエドのホームランと、溝脇のレフト前だけなんで、なかなかさすがにねきつい。でこの後に柳もめちゃくちゃ良かったの、カットボールも含めて、変化球緩急つける、ストレートはコースに投げる、もう頭も使ってる、意識づけ高いで、めっちゃ良かったのにもかかわらず、このね謎があるのよ。謎がね2回あるんだけども、坂本に1回はね、坂本の、どの打席だったかな、坂本の、3回の2打席目3ボール2ストライクから高めに構えて、でそれがボールになって坂本振らないとフォアボールっていうね。で7回の点が入った時も坂本三振で、吉川ファーストゴロエラー、このねビシエドのエラー痛かったね。でその後岡本がライトに打って、でライトフライ、フォアボールっていう、あフォアボールライトフライで2アウト1、2塁で、中島の打席でまた3ボール2ストライクから高めに構えるんだよね。でそれを振らなくてフォアボールで、大城はねレフトにタイムリーって同点なんだけど、3ボール2ストライクからボール球要求の、しかも高め、また低めだったら分かるけど、高めって振らなきゃフォアボールでいいと思ってんのかなっていう謎で、しかも他の球もすごい非常に良かったの。でもそれをね木下が単独でやるとは考えられないんだよね。絶対ベンチの指示なんだよね。そこに何かがないと、あそこには行かないと思うんだけど、他にいい球あるのにね。だからもったいないね、これは多分ね、俺はベンチの指示とかミーティングとかであったことだと思うけども、ちょっと謎な配球だったね。これはボール球要求して、でボール球来てバッター振らないで、しかも高めのボール球行ってフォアボールっていうね、フォアボールでもいいと思ってたのかなっていう。しかも他に非常にいい球あったのに、めちゃくちゃ完璧な柳もピッチングだったのにっていうね、4安打9三振ですからね。だからそこがちょっとね謎だったなっていうところを、日刊スポーツにも書きましたし、ネットのウェブにも載ってるんで、ぜひそこも皆さん見てください。で続いて、29日、1対5で巨人っていうところで、巨人ね、高橋5回100球2安打6三振3四球無失点、まあ10勝したけども、逆球も多くて制球甘くて、ちょっと調子は良くないって感じたね。で中日
もうね、打線に問題ありっていうね、もうところです。それをね、打ち崩せなかったっていうね。5回裏ね、三四球でワンアウト満塁、おお、これはいけるぞっていうところでね、青めに入った球を京田がね、セカンドライナーで、代打福田、福田がね、サードライナーっていうところで無得点。これはね、正直きつかったね。あそこでポンポンって点取れてたら勝ってたね。で、巨人はね、だからもうチャンスをものにできなかったドラゴンズね。で、チャンスをものにした巨人、もうこれだけの違いだったと思う。巨人はね、3回表ウィーラーがね、ツーベース打って、坂本、センター前で1、3塁で、ここでね、吉川がきっちり犠牲フライを打って、まあ先制すると。で、4回表も、ワンアウトから広岡デッドボールで、松原がね、センターへのタイムリーツーベース打って、で、ここでまた高橋がタイムリーツーベース、グッと。で、この高橋に打たれたのが痛かったね。で、ここでしっかり2点取って、で、最後のダメ打ちに7回表にね、若林内安打で、代打丸がフォアボールで、坂本がタイムリーの吉川、ショートゴロの間に1点取るっていうところで、もうそつなく、もう着実に得点。逆にドラゴンズはもうこの5回裏、この5回裏にここ同点、もしくは2点、1点でも取ってたら流れ変わった。そういったところがね、まあでもちょっとドラゴンズの今年の課題はもうこういったところで1本出ないっていうところがね、まあ1年の本当に課題かなっていうね。まあ、あの27日の時もそうでしたけど、まあ、それでね、まあ、勝ち負けはありますけれども、まあ、そういったところをね、補っていきたいっていうところでしたね。さあ、ということで終わりです。さあ、最後にベストラインの発表します。パ・リーグからピッチャーオリックス山本、日本のエース、キャッチャーロッテ田村、決勝打1本でグッド。ファースト楽天鈴木大地、ロッテ投手陣は打ちやすそう。セカンドロッテ中村、天理から早稲田大学。サードオリックス宗、いいプレーした後は打つよ。ショートソフトバンク牧原、週間全試合ヒット8安打。レフトソフトバンク栗原、福井出身。センターロッテ藤原、こっからが勝負。ライトオリックス杉本ラオ。DH ソフトバンクデスパイネ、いいね。特別賞あります。日本ハム伊藤、オリンピック金メダル立役者。ロッテ佐々木千早、勝ち運、開幕から7連勝ジョニー黒木さん以来。セリーグピッチャー京山。 DeNA チーム名言うの忘れてました。近江高校、甲子園も頑張ったね。キャッチャー広島坂倉、未来の侍正捕手。ファースト DeNA 牧、サイクルヒット。セカンド広島菊池、勝負どころで1本。サード巨人岡本、4番の仕事。ショート阪神中野、今頑張り時。レフト広島西川、お父さん歴史好きで坂本龍馬が好きだから名前が龍馬。センター阪神近本、神活躍、12安打7得点なのにチームが勝てない。ライト広島鈴木誠也、おじいさんはプロボウラー。特別賞あります。宮崎 DeNA 調子上がってきた。ヤクルト原、396日ぶりの勝利。さあ、ということで終わりです。さあね、見てくれない皆さんのためにですよ、こんなに頑張ってんですよ。まあいいんですよ、修行ですからね。さあ、今週はですね、あ、今週巨人対ヤクルトの上位決戦、岐阜で明日からこう勝負ですね。で、阪神は甲子園に帰ってドラゴンズに足元救われないように勝てるかっていうところが勝負だね。オリックス対日本ハム、もうオリックスはもうパ・リーグはもう残念ながら日本ハムに足元すくわれたら終わっちゃうね。で、ロッテ対西武、ここでもう西武が負け越したらちょっときつくなるね。で、ソフトバンク対楽天のまた上位決戦、ソフトバンクもここでちょっと負け越したら引き離されるからついていかないといけないね。というところで結構今週も面白いカード目白押しというところでね、皆さん総チェックを見ながらね、楽しんでください。ということで今週のプロ野球も要チェック。
やるんですよ。ネットじゃ言えないからライブやるんですよ。残念ながら何でも答えれるんですよ。YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。 YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。いや会場出たら全部忘れてほしいですよね。その代わりあの出口出たら忘れてください。ぶっちゃけすぎですよね。使いどころが違うんやーって強制送還です。